ララガーデン町,町町は宮城県仙台市大白区の長町副都心にある商業施設。仙台市の市有地を三井不動産が賃借して建物を建設、所有し三井不動産商業マネジメントが管理、運営している。三井不動産が展開する都市近隣型のライフスタイルパークとしては6施設目として2009年10月29日に開業した。 ララガーデン城町は地下2階、地上6階、延べ床面積4.2万平方メートルで構成され、2階階部分は隣接するザモール仙台町町の本館と連絡通路で接続。双方を合わせると、店舗面積は約7万4500平方メートルとなり、市内最大規模の床面積を要する商業施設となっている。なお、三井不動産は、 ララガーデン町町の開業に先立って、前年9月12日に三井アウトレットパーク、仙台港を開業している。2016年3月18日、開業7年を機に大規模リニューアルをオープンした。当初、ララガーデン町町の所在地には、仙台市が施設の建設を予定していたが頓挫した。このため建設予定地に商業施設を誘致することになり、三井不動産が、 市から20年の事業用定期借地権を得て、商業施設を建設、開業に至った。仙台市の施設そのものとしての建設は断念されたが、5階のテナントとして、仙台市、子育てふれあいプラザ、長町南、のびすく長町南が入居している。この施設は、泉中央地区にある旧前沖ミるポートエースが、所在した建物、市中心部にある、 仙台市ガス局ショールーム内に次ぐ3カ所目の子育て支援施設となっているユニクロ、松本清ビーフジザキ、コナミスポーツクラブやクリニック系店舗などありがとうございます。